10代からメイクをしている。顔が変わっていく、メイクも変わっていく。でも変わらなかったのは、その日に出せる 100% を出したいと思う気持ち。それは自分らしさの原点、魂。誰の真似でもない本当の自分らしい美しさへ。ケイトの代表アイテムからインスピレーションを受けた自分追求魂コレクション。譲れない自分をメイクする。 No more rules. Kate. どうだ、いい感じにふんわり眉毛。懐かしいですね。時代とかその時のトレンドによって全然メイクが変わってますが、こんなメイクしてたんだなとか、あ、これもう一回やってみようかなとか今見て思ったり、やっぱりメイクにこの生き方だったりとか、その時の自分が現れてる気はします。今から今の私をメイクで表現していきたいと思います。ではメイクしていきます。クリアインパクトリキッドハイライターを塗っていきます。ここにちょっと塗って伸ばしながら、この出てる鼻の T ゾーンっていうんですか、 T ゾーンに塗って、ちょっと顎先にも塗るとちょっと凹凸が出るので塗ります。次はレアマーブルカラー。これちょっとマーブル模様になっていて、ここが触り心地がですね、ちょっともちっとしてて可愛いです。手で伸ばして、この頬骨のちょっと上のあたりにサーッと入れます。顔の凹凸がしっかり出て、そしてなんかちょっと上品に仕上がります。うん、いい感じ。次はデザイニングシェードパレット 3D です。眉毛、チーク、シェーディング、旅行行くときは絶対持ってってください。まず私はチークからいきます。混ぜて使います。これをちょっとここでふーっと混ぜて塗ります。次は、シェーディングを塗ります。シェーディングです。シェーディングって難しくて、濃いとわっすごい濡れたみたいな感じになっちゃうんですけど、これは自然な仕上がりになります。骨に沿ってシェーディングを塗るのがすごく重要です。短く持つと骨の形が分かるので、より綺麗に塗れます。ここも入れるとね、重要ですよ。ここ鼻が高く見えます。昔はね、はっきりピシッと眉毛を描いていたんですけど、最近は流行りもあったり、まあ、自分の気分もあったりするので、ふんわり仕上げることが多いです。ケイトのアイブロウはメイクさんがもともと使ってるのを見て、もう何十年使ってるんだろうっていうぐらい使ってるんですけど、眉毛の形とか流行りとかそういうのが変わっていっても、ほんとずっとそれに適応し続けるっていうか、もうねこれなしでは生きていけないんですよ私は。どうだ、いい感じにふんわり眉毛できたんじゃないかな。次はアイメイクです。ブラウンレアパレット。中身はこんな感じになってます。キラキラ、こことここをちょっとぷっといきます。塗ります。結構大胆に塗ります。ピンクグーッと。人と会う時って目と目を合わせてお話しするじゃないですか。なので目の印象をすごく強くしたりとか、印象付けたいので、私にとってはアイメイクはすごく大事なものです。最後にこのね、ここの2色が入っているところ、これをくるくるくるっと混ぜます。それでちょっとのせると自分だけのニュアンスが作れるんです。いいね、いい感じだね。次はシェードカラーキープライナーです。これです。私はアイラインはしっかり引きます。目元の印象を強くしたいので、で最近は結構やっぱ長めに引くことが多いですね、ここら辺まで。それこそアイシャドウ塗らなくてもラインはしっかり引くっていうぐらいアイラインは譲れません。これぐらい一発でねクッと引きます。次はマスカラ、ラッシュフォーマー EX 塗ります。の前にですね、まつげを上げて、今日はちょっと赤みブラウン系なのでしっかり目に上げて仕上げていきたいと思います。こんなカラー、わかるかな、このカラーです。これをグッと下から上に
やっていきます。ニュアンスカラーのまつげって意外とこう目が薄くなるかなと思ってる方が多いと思うんですけど、あのラインとかをしっかり引いておけば顔もはっきりするので挑戦しやすいんですよ意外と。どうだ、こんな感じです。生き方のモットーは妥協しないことです。何でも挑戦していく、何でもトライする。その日一日自分の 100% でいたいので、メイクもしっかりその日の自分が出し切れるようにしていきます。はい、完成です。私の魂メイクはその日の 100% を出し切るメイク、譲れない自分をメイクする。 No more rules, Kate.